皆さんヤッホーリクチャンネルのあるみです。今日はまたまたロミの本気な絵第17弾やっていきます。もうここまで来たよ。17弾、やばいよね。本当にめちゃくちゃやってきて、本当に毎回毎回好評で、今回描く絵が皆さん知ってる通りね、今月にあのドラゴンボールとかあられちゃんの作者の鳥山明さんがね亡くなってしまって、で本当にロミもお父さんも特にもう小さい頃からあのドラゴンボールとか見てきて、あられちゃんもロミ見てて、ちっちゃい頃にもう特にお父さんがもう今まで見たアニメの中で一番ドラゴンボールが大好きで、今回お父さんがねもうせっかくだからドラゴンボールの絵描いてって頼まれたので、今回描く絵はドラゴンボールの漫画の一番最初一巻の表紙の悟空を描いていきます。シェンロンと一緒のもう本当にね大好きなドラゴンボールのね絵を描こうと思うので、ぜひ最後まで見てください。果たして何時間かかるのか、それではスタート。はい、で今回ね選んだ絵が、迷ったの、何の絵にしようと思って、まあ、せっかくならもうあの一番最初のやつにしようと思って、もう一巻の表紙めっちゃ可愛いじゃん、あのシェンロンと一緒にいて、だからそんな、ね、悟空選びました。で、まあ、今回使うのはいつもと同じようにイラストノートで、あのちゃんと四角も書いて、で今回縦なんだよね、漫画の表紙だから。であとコピック、オフフイラストマーカー、コピックマルチライナーで、あとはいつも通りモノの消しゴム定規、毒グリの 0.3 のシャーペンで描いていきます。まあ3時間で終わらせたいね、頑張ってね。で今回一番最初の悟空だから、スーパーサイヤ人とかだったら髪の毛とか結構細かいじゃん。で一番最初の悟空だから多分ねそんな難しくないと思うの。でもシェンロンがちょっと難しそうだけど、まあ頑張って3時間で描き終わりたいな。じゃあタイマースタート、頑張ります。Started out so small. We drank and then we talked. She got to know me, I got to know her, and suddenly it's war. Then peace so on and off. It's getting to me, I'm getting to her. Here's what I
はい、皆さん無事孫悟空書き終わりました。もう次の日なの今で、昨日ね夕方6時から書き始めて、まあ、じゃあもう結果だけ最終ねかかった時間は6時間15分、もう過去最大ですね。マジで今まで長くて5時間だったもん。夕方6時から書き始めて、まあ、ご飯とか食べる時間もね入ってたから1時過ぎまでやってて、もう書き終わってもう体力が全然なくて、もういいやエンディング明日でいいやと思って、もう次の日です。めちゃくちゃ難しかった。特にシェンロンのバランスとか、あと悟空の服とかもすごい難しかったし、もう過去最大だよ6時間なんて。6時間かかったから結構うまくできた。じゃん、こんな感じ。上出来じゃない？めちゃくちゃいい感じだよね。線路もバランスよく描けたし、まあ、難しかったけどめっちゃ上出来だと思う。つるみが描いた絵と本物です。本物並べちゃうともうね、あの全然違うと思うんだけど、じゃあね、ということで今回ねお父さんに頼まれてね、お父さんが一番大好きなアニメドラゴンボールのね孫悟空をね描いたんですけど、また本気の絵第18弾の時とかにリクエストどんどん受け付けてるのでコメント欄で書いてください。じゃあということで、また本気の絵見たいよと思った方、ドラゴンボール好きだよと思った方、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ルミの SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。